はい、あやめです。よろしくお願いいたします。それでは今回は藤井聡太三段対西山朋佳三段の2016年に行われた三段リーグの一局のハイライトやらせていただきます。この将棋は構想が絶品で、そのまま定石の本に載っても全くおかしくないような素晴らしい内容でした。そして先手の藤井三段が超速、後手の西山三段が4四銀型の中飛車で構えていきました。そして7八銀、6二玉、7七銀から素早く先手は2枚銀の形を作っていきます。で、対して西山三段は一目散に9二香車と穴熊を目指しました。で、ここから一旦5八金右と備えて9一玉の瞬間に27手目早くも2四歩と藤井三段が仕掛けていきます。この段階で仕掛けるっていうのはもうかなり深い研究があったことを裏付けていますね。で、ここから仮に同角と取ると、5五銀左とさばいて先手が優勢となりますので、実戦は同歩と応じるんですが、そこで3七桂がスピーディーな一着でした。この2四歩同歩を突き捨てた意味は、数手後にわかります。以下8二銀に対して4五銀と出るのが先手の狙い筋ですね。もし2四歩同歩が入っていなければ1五角と桂取りに出られて大変なんですが、突き捨てが入っているのでこの手が効くという格好になりました。ここで早くも後手が困っています。評価値で言うと先手のプラス300点ほど、パーセンテージで言うと 60% ほど先手のリードとなりました。本当に機敏な仕掛けでした。で、仮にこれ同銀と取ると同桂と取りまして、4四角なら2四飛車とさばいて先手がリード、また、5一角も5五銀と銀をさばいてこれも先手がリードの展開となります。ということで実戦はここで紛れを求めて3五歩と後手がつきました。以下冷静に同歩と応対していきます。そこで後手は5一角と引いていきました。次3二飛車のさばきですとか、7四歩から7三角というさばきを見せた一石二鳥の攻守ですね。ただそこで先手が4四銀同歩2六飛車と桂頭を受けていったのが攻守で、居飛車が十分の展開となっております。次に5五銀と出る手ですとか、場合によっては、4六飛車とさばく手、あるいは9六歩とついて9七角と端角を使っていく手、先手からはいろいろな手が見えるのに対して、後手はちょっと手が限定されてしまっているというところですね。で、実戦はここから7四歩と後手がついていきました。とにかくこの角を使いに行こうという一着ですね。で、そこから先手は4六飛車と寄って4四飛車を狙っていきました。この手では、9六歩とついて9七角の端角を狙う手もありました。で、実戦は6二角と上がっていきます。これで、2四飛車が消えたので、6二角で4四飛車を受けたということですね。で、ここから6五銀と出たのが先手の機敏な攻守でした。これが8八の角の利きをスーッと通しつつ、次に7四銀と出る手を狙っております。で、ここで7二金などと、上がると6一銀の割り打ちがありますし、また7三銀などと受けるのも、ちょっと形が乱れてしまって困るということで、具体的には5四銀打ちとかが残ってちょっと困るということで、実戦はここから5六歩と後手がついていきました。これがさすが振り飛車党という軽い一着ですね。以下同歩に一回5一金左とじっと締めていきます。この3手は西山三段の実力を示した一着ですね。すぐ7三角と出ると4四飛車が、4一の金取りになってしまうんですが、一旦当たりを避けて5一金左とすることによって次の7三角を実現させようという狙いになっております。先手はそこから7四銀と取りました。これが6三銀成を狙いつつ7三角を消した手になるんですが、そこで7二金と上がっていきます。これがまた5一金と寄ったもう一つの狙いでした。6一銀という筋が消えております。そこから先手は5五歩と突き出していきました。後手がうまく粘ったかに見えたんですが、この5五歩と突き出すのが冷静な攻守で、先手のリードが続いていく格好になります。ほっとけば5四銀打ちもありますし、またこの4六の飛車の可動域がスーッと通ったというのも大きいですね。で、実戦はここから5七歩と西山三段が勝負をかけて
叩きを入れていきました。まあ、評価値でいうとすでに、600点ほど先手にリードとなっているんですが、少しでも穴熊の硬さを生かして勝負どころを見出そうという一着ですね。で、実戦はここから同金と強く応じていきます。まあ、これも4八銀に対する対策が、分かっていないと指せない非常に読みの入った攻守ですね。実戦は8四角と、金に当てていったんですが、じゃあ4八銀だったらどうするのかということを少し見ていきたいと思います。これは5八金引きと引きまして、3七銀ならずは3六飛車と当てられてしまいます。この時にちょっと銀の逃げ場所が難しく、先手からは次5四銀と打つ手が厳しくなっております。まあ、ということで、まあ、3七銀なりの方がおそらくは良さそうなんですが、やはり5四銀と打っていくのが厳しい一着ですね。これで次の6三銀なりを狙って、まあ、7一桂と受けるぐらいだと、逆方向に4三銀なりとなられて、まあ、飛車が逃げればさらに5四歩と突き出して5三歩なりを受けるのが非常に難しく、これは先手が大優勢となります。まあ、後手は桂馬は取れたものの壁紙に使わされて、さらに成銀もそっぽに行ってしまいました。まあ、ということで4八銀は打てないということが分かりました。なので西山三段は8四角と上がります。でここから7五銀と藤井三段が手厚く打っていきました。以下6二角で、まあ、5四銀は消えてしまったんですが、銀2枚並んだ形が非常に手厚いですね。でそこから冷静に5六飛車と回っていきます。これもまた落ち着いた一着ですね。さすが藤井三段という手で、まあ、次に5四歩と突いて、まあ、2二歩、例えばちょっと後手がここから手をこまねいていると5四歩と突き出して、2二歩と打って取れば5三歩成と、まあ、こういった手が先手の一例として挙げられます。他にももちろんたくさん手はあるんですが、まあ、とにかく5六飛車から、5四歩が厳しいということですね。で実戦は5六飛車に対して、まあ、4八銀のような手だと、5四歩突かれてしまうので3二飛車とこのタイミングで三間飛車に振ってさばきにかかります。ただそこで構わず5四歩が強烈な一撃でした。3五飛車なら5三歩成となって、先手が勝てそうな展開ということになります。まあ、ということで一旦5二金で5三歩成を受けるんですが、まあ、そこで4六金がちょっと中途半端だった金を活用して飛車を封じ込める攻守になりました。まあ、よく見るとこの5六の飛車がスーッと縦に守備にも効くようになっております。で実戦はここから尋常な手段では追いつけないと見た西山三段が3三桂と跳ねていきました。まあ、とにかくこの振り飛車の命である左桂をさばいて勝負に持ち込もうという腹ですね。まあ、ちなみに3三桂もかなり無理している印象があるんですが、まあ、仮に後手がここから手をこまねいていると、まあ、7七桂から6五桂とこれで5三歩成という強烈な狙いがありましたので、まあ、後手としてもちょっとこれが間に合う前になんとかさばいていこうという西山三段の勝負手だったというわけですね。ただこの手に対して3四歩が冷静な突き出しでした。4五桂と桂馬はさばけたものの同桂に同金と同桂同歩に同金と先手の抑え込みの金も出動していきます。ほっとけば次4四桂のふんどしが厳しいですね。ということで4二飛車と後手がなんとか金取りでさばこうとしていくんですが、5七桂と打ったのが読みの入った素晴らしい一着でした。まあ、ちなみに5七桂に変えて4六歩と突くのが自然なんですが、この場合は4七銀と絡みつく手がありました。まあ、一例として5七飛車なら4五飛車とズバッと切って同歩に5六金と打つ手があります。で仮に5九飛車なら2六角と遊んでいた角が使い始めていっぺんに怪しい形勢となります。まあ、西山三段もさすがの勝負術でこれを狙っていたと思われるんですが、まあ、それを未然に防ぐこの5七桂というのが素晴らしい一着でした。本当に卓越した読みの量ですね。そしてここから後手は4八銀と、まあ、次の5七銀成から4五飛車という手を狙ってなんとか食らいつこうとするんですが、まあ、そこで4六金と引いたのがこれまた柔軟な攻守でした。まあ、狙われている金を引いただけの手なんですが、まあ、次3三歩成や
まあ、もし銀が入れば5三銀、そして、ほっとけば4五桂と跳ねて5三歩成を狙うという手を見せた一石三鳥の素晴らしい攻守となっております。そしてここで、後手に最後の勝負手がありました。実戦はここから6四桂と打ったんですが、まあ、同銀同歩に4五桂と自陣の桂を使うのが絶品で、次の5三歩成や、3三歩成を狙って大差の局面となりました。まあ、ここでほとんど体勢が決するという格好になったわけですね。ここでは、同飛車と取るのが最後の勝負手だったようです。で、同飛車と取ると5七の桂馬が取られてしまうので、同歩とするんですが、まあ、そこで4四桂がなかなか厳しいですね。で、5五飛車に5六金と食らいついて、まあ、この5五の飛車取りと、5七の桂取りを見せていきます。で、ここから4五桂と飛車を見捨てて桂馬をさばくのが味のいい攻守で、これでまだ先手がリードの展開とはなっているんですが、まあ、後手としては本譜よりはこちらの方が、食らいつける可能性が高かったというところだったようです。まあ、一例としてここから5七銀成で6七金を狙っていきまして、まあ、そこで先手も6五飛車と際どくかわして、そこで7三銀と、囲いは崩れてしまうんですが、まあ、とにかく銀を持って、5八銀などの攻めを狙ってどうなるかと、あるいは6七金から清算する手を狙って、勝負と迫っていくと、こういう展開が後手にとっては、まあ、不利ながら有力だったようです。ということで、実戦はこの4六飛車の勝負手を逃し、6四桂から一方的な将棋となっていきました。同銀同歩に4五桂が味のいいさばきですね。さっき打った桂馬が十二分に働き出しました。で、実戦はここから8四角となんとか角のさばきを狙っていくんですが、まあ、そこで7五桂と冷静に抑え込んでいきます。まあ、次5七銀成や5七角成さえ許さなければ先手玉非常に広くそして硬いですね。そして次5三歩成や3三歩成がありますので、4四銀とこの桂馬に当てて打っていくんですが、そこで同角がこれまた思い切った攻守でした。まあ、同飛車と取らせて4五銀を防いでから冷静に5三歩成とと金を作っていきます。まあ、角1枚だけではちょっと先手陣に付け入る隙がないということですね。で、実戦はここから6五歩と西山三段がなんとか7四の銀取りに当てて頑張ろうとしていくんですが、まあ、5四歩がこれまた冷静な一着、まさに激辛流という指し回しでした。で、ここで平凡に金を引いても6三と金と寄られて勝ち目がないと見た後手は7五角と食いちぎりまして、同歩に6四桂馬と無理は承知で勝負手を放っていきます。そしてここで8六飛車と待ったのがまた高敏な一着、まさに勝ち将棋鬼のごとしという感じのぴったりの手でした。そしてここから、まあ、5七銀成となんとか後手が食らいつきの体勢を見せていきます。まあ、ここで5二とと、金を取る手もあるんですが、まあ、少しぬるいと見たか藤井三段は6一角と、さらに鋭く決めに行きました。やっぱり、中盤の落ち着いた指し回しも印象的ですし、そして決めに行くべきところでは、いきなりこう決めに行くと、正確に決めに行くと、鋭く正確に決めに行く藤井三段の強さが遺憾なく発揮された展開ですね。そして7一金に8三銀成と踏み込んでいきます。6一金は8二銀成で詰んでしまいますので、まあ、同銀と取るしかないんですが、まあ、そこで同角成が再び8二銀の詰めろとなります。で、ここから後手は非常手段で6七成銀と取りました。以下同玉に8五角と、ただ捨ての角を放っていきます。まあ、このあたり西山三段も本当にさすがですね。かなり絶望的な展開ではあったんですが、まあ、わずかなチャンスにかけるというハッとするただ捨ての角を放ちました。そして同飛車に7六銀と無理やり王手飛車取りをかけます。で、7八玉に8五銀と巧みに盤上から飛車を除去しました。ただそこで5五角がこれまた厳しいですね。飛車取りかつ6四角からの厳しい寄せを狙っております。で、実戦はここから5三金と後手がまずと金を払いまして、
まあ、同歩成で、ごめんなさい、同桂成と取らせてからの8二歩と、一歩入手して根性の粘りを見せていきました。ただ、先手はそこで、飛車には目もくれず、6四角と桂馬の方を取っていきます。まあ、これが8三歩なら、9一の王様を角で取っちゃうという、シンプルで非常に厳しい一着ですね。また、後手が何か手をこまねいていれば、8二馬から8三桂でいきなり詰ましちゃうという詰めろにもなっております。でここから実戦は7三歩と、西山三段がさらに根性の粘りを見せるんですが、ここから超絶数の罪に打ち取って藤井三段が一瞬で勝ち筋に入りました。まあ、それが9二馬ですね。で同玉に8四桂、8三玉、9二銀と鮮やかな手筋で、以下8四玉に9五銀と捨てまして、同玉に9六歩まで西山三段無念の投了となりました。以下は、仮に同銀なら8六金もしくは銀、8四玉に9五銀で詰みですね。また、8四玉なら9五銀で詰みですし、また、同銀も8六、ごめんなさい、ということで、まあ、ちょっとこの同銀と取っても8六金、8四玉も9五銀で詰まされるので、これ以上指しても仕方ないということで、西山三段の投了となりました。まあ、一局を通して藤井三段にほとんど悪手や疑問手といった類の手がない、中飛車穴熊退治の名局だったと思います。西山三段としても、随所に力を発揮した強烈な勝負手が見られたんですが、藤井三段の正確な指し手の前にちょっと勝負どころを作れなかったというところですね。本当に藤井三段の安定した強さが際立つ将棋となりました。またこの将棋は中飛車穴熊に対する定石と言っても過言ではないような本当に素晴らしい序盤から中盤にかけての指し回しだったと思います。ということでここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。高評価、チャンネル登録いただけますと大変励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。